ベニート・サンティアゴは、プエルトリコ・ポンセ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1982年に17歳で、サンディエゴ・パドレスと契約。4年間のマイナーでのプレーを経て、1986年9月14日にメジャーデビュー。17試合に出場したが、翌1987年に新人王資格を残す。チームは、そのオフに保守、正捕手。 テリー・ケネディを放出し、サンティアゴを起用。期待に応えて、1987年には、メジャーの新人記録となる34試合連続安打を記録し、シーズン通算で、318本塁打、79打点、21盗塁の活躍で、満票で、ナリーグ新人王に選出された。座ったまま二塁に投げる強肩ぶりで、この年も100盗塁を記録した。 ビンス・コールマンを3回刺したり、ティム・レインズの盗塁を急速が遅いカーブでも刺すと、活躍を見せた。1988年には、ゴールドグラブ賞を初受賞し、以後3年連続で受賞。この年の秋には、メジャーリーグオールスターの一員として、日米野球で来日。1989年には、オールスター初出場を果たし、以後4年連続で出場。 1993年には、新球団フロリダ・マーリンズに移籍。4月5日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦では、チーム第1号本塁打を放つ。その後は、故障もあったりでたびたび移籍を繰り返したが、活躍を続ける。フィラデルフィア・フィリーズ時代の1996年には、自己最多の30本塁打を打つ。また、同年グレッグ・マダックスから、 満塁本塁打を放ったが、これはマダックスがメジャー11シーズン目にして初めて公式戦で打たれた満塁本塁打であった。ジャイアンツ時代の2002年にはなリーグチャンピオンシップシリーズで MVP を獲得。チームをワールドシリーズに導いたが、シリーズではアナハイムエンゼルスに敗れた。メジャーでの出場はピッツバーグパイレーツでの2005年4月11日が、 最後となった。2006年にはニューヨークメッツとマイナー契約したがメジャー昇格はできなかった。2007年以後はどのチームとも契約していない。現時点で正式な引退発表はしていないがメジャーの公式記録サイトでは現役選手として扱われておらず事実上の引退状態にある。星としての1917試合出場は MLB 歴代12位。 保守以外に一類種としてのプレー経験がある。2003年には連邦捜査官によってアナボリックステイロイドを使用した選手の一人として名前が浮上した。2007年12月13日に発表されたミッチェル報告書でもステロイドを使用した選手の一人として名前が挙げられた。報告書によるとゲームオブシャドウズの著者は2003年に尿検査サンプルを収集するために サンティアゴに近づいた際にサンティアゴはパニックになってクラブハウスから逃げたと書いている。また調査時にジャイアンツのクラブハウス係員が2003年終わりにサンティアゴのロッカーを掃除中に注射器のパッケージを発見していたことが明かされた。栄養補助食品会社であるバルコが運動能力向上薬物を違法提供していたとされるバルコスキャンダルに関連して 2003年12月に連邦大陪審に召喚されて証言を行っている。サンフランシスコクロニクル氏の報道ではバルコ社と関わりがあり、バリー・ボンズの専属トレーナーであるグレッグ・アンダーソンから提供されたクリアやクリームを使用したことを認めたとされている。ありがとうございます。